今回はアフターエフェクツで色の管理がめちゃくちゃ便利になるツールをご紹介します。このツールを使うと、例えばテキストレイヤーとかシェイプですね、こういったものをあらかじめ記録してある気に入った色にワンタッチで変えてあげたりとか、またそういったですね記録をたくさん作っておいたりとか、またこの選んでるパレットの中の色を複数のレイヤーに対してさっとですね割り振ってあげたり、またちょっと応用すると画像の色ですね、こんな風にランダムな形変化させる、こういったことがですねできるようになります。僕ですね、前々からアフターエフェクツ使ってて、ちょっと不便だなと思うところがありました。それどんなとこかというと、記録しておいた色ですね、それを簡単に呼び出すってことはちょっとやりづらいんですね。例えばフォトショップとかイラストレーター使ってる方だと、スウォッチってのありますよね。これフォトショップの画面ですけど、このスウォッチってとこですね、これ使ってあげると、例えばテキストの色とかをあらかじめ記録しておいた色とかですね、またもともといっぱいプリセットも入ってますけど、クリックするだけでどんどん呼び出すことができると。はい、これ使うと便利なわけなんですが、アフターエフェクツは標準でですね、それに当たるような機能がないんですね。で、一応できないこともなくて、標準で入ってるものだとウィンドウの中のエクステンションっていうところですね、ここのところに Adobe カラーテーマっていうのがあります。じゃあこれちょっと出してみましょう。はい、この Adobe カラーテーマですが、Adobe がやってる Adobe カラーっていうサービスですね、ウェブサイトからもアクセスできるんですけど、例えばこんな風に色のパレットですね作ったりとか、またですね、いろんな人が作ったこの配色のライブラリですね、こういったものを探したりとか、また自分が作ったですね、気に入った色のテーマ、こういうのを保存しておいたりとか、こういったことができるもので、これ自体結構便利なものです。ただこれでですね、完全にスウォッチ的な使い方をするとちょっと不便なところもあって、例えばですね、テキストレイヤーをじゃあ選んで、この中の色をクリックしても、そのままだと拾ってこれないんですね。ちょっとこのポイントが消えちゃうバグとかもあったりして。で、この文字だったらですね、文字パネルの中のスポイト持ってきて、ここから色拾ってあげれば、一応やることはできるんですけど、前はこの方法僕もやってたんですけど、ちょっと不便なとこありますね。もう少しスマートにいかないかなってところありました。それがですね、こういったところを一気に解決できるとってもいいツールをですね見つけました。それなんですが、アフターエフェクツのですね便利なプラグインとかスクリプトなんかをいろいろとリリースしている AE スイーツというですねサイト、 aesweets.com ですね、それがあるんですけど、そこで出してるですね、その名もスイートというですね、これスクリプトというものなんですけど、それがあります。これがですね、実は便利なカラー管理に使えます。このスイートなんですけど、実は色管理の専門のツールとかいうわけではなくて、これですね、例えば有名なところだとアニメーションコンポーザーなんてのありますけど、シェープとかですね、トランジションとかのプリセットがいっぱい入っていて、それを簡単に適用できるというですねソフトになってます。ただそのですねおまけ機能として色の機能があって、それがめちゃくちゃですね使えます。このスイートですね、いろいろなこの素材の入ったパックってのを売っていて、これをですね、好きなのを選んで導入するような感じなんですけど、とりあえずお試し版ですね、それでも同じことができるので、それを使ってですね、ぜひやってみてください。はい、スイートをですねダウンロードしてインストールすると、ウィンドウのこの一番下の方ですね、この中に、スイートというのですね、ここに出てきます。はい、これ立ち上げるとこんな感じのパネルが出てきます。もともとこのスイートですね、例えばこんな感じのウィンドウが出てきて、これシェイプアニメーションのプリセットですね、こういったものを乗せてあげるとプリセットがですねそのまま乗っかって、こんな感じのアニメーションですねすぐ適用できるという、それはそれで便利なものなんですが、今回使うのはそのメインの部分じゃなくて、この上の部分のカラータイズツールっていうところですね、ここの部分使います。じゃあですね、まずこのカラータイズの部分使ってみましょう。これ非常にシンプルで、例えばテキストレイヤーですね選んでおいて、そしてこの中からですねパレット選びます。
それを選んだ上でその中の色をクリックするとその色にテキストレイヤーが変化するという、もうごくシンプルですね。フォトショップとかイラストレーターの装置と同じような感じですね。このパレットはカスタマイズするのも簡単で、例えばこの中の1個をマウスで右クリックしてですね、はい、こんな感じのウィンドウが出てくるので、まあ、カラーコードとか入れてもいいですし、この色のとこクリックするとですね、こういう色を作れるものが出てくるので、こうやって色を作ってやって確定するとですね、その色を記録しておけると、まあ、こんな風にシンプルに使うこともできます。この中ですね、もともとかなりいっぱいのですねパレットが入っているのと、実は AE スイーツのですねサイトからもこういったパレットダウンロードできます。サイトの方を見てみると、 AE スイーツのですねトップページ見てみると、スイートの他に、実はカラータイズツールっていうですね、今使っているやつが単体のソフトになっているやつもあるんですけど、実はこれ機能がほとんど一緒でして、でこの中にもですね、実はゲットカラータイズツールフォーフリーとですね、スイートの方があればこっちじゃなくてもただで使えるよっていう、こんな表示があったりするぐらいなんですけど、こっちのカラータイズツールの方のページの中に、このダウンロードカラーパレッツってとこがあるんですけど、この中にですねこの色のプリセットのファイル、それがダウンロードできるようになっているので、ここからダウンロードして、でこのですねスイートのセッティングのところのこのカラータイズというところからですね、インポートスウォッチってのをやってあげると、かなりいろいろなですねこういったグラデーションとか、また割とこの使い手がありそうなですね色の組み合わせ、カラースキームとか、こういったものがいっぱい入ってくるので、まあ、これだけでも結構使い手あります。このですね、特にテキストレイヤーやるとき1個だけ注意があるんですけど、テキストの中ですねフォントとかサイズが全部一緒の場合にはこう次回クリックしてあげて構わないんですが、例えばですねこれちょっとした問題で、例えばテキストのサイズがですね複数混じってるような感じ、こういった時にカラータイズツールの方直にクリックすると、色が変わると同時にこのフォントの設定が全部一緒になっちゃうってですねちょっとした問題があります。なのでこのフォントサイズとか、まあ、違うフォントとか混じってる時だけこのスポイトからですね取ってあげると変化しないという、まあ、ちょっとだけ不便なんですけど、こういった回避方法があります。全部ですね同じフォント同じサイズの場合には、ここの直クリックで構いません。これですね、まあ、直ると嬉しいんですけど、割とあるんですよね、このテキスト系の、モディファイするスクリプトって、フォントとかが混じってるとこのフォントが揃ってしまうという問題結構出るので、まあ、何かしら理由があるんでしょうね、まあ、そこだけちょっと注意してください。はい、そしてですね、まあ、例えばシェイプレイヤーとかこういうのも同じように色を変えられるんですが、これですねカラータイズする便利なところは、一個一個ですね色を変えていくだけじゃなくて、じゃあ例えば今このテキストがあって、シェイプが5個あります。これもっといっぱいあっても一緒なんですけど、それを全部ですねまとめて選んであげて、カラータイズっていうですねここにボタンがあります。カラータイズのボタンをクリックすると、このパレットの中に入ってる色ですね割り振ってくれます。他のものを選んでカラータイズすると、同じ系統の色でグラデーションになってたりですね、またこんな感じに割とバラバラな色のとこだと、はい、こんな風にですね割り振ってくれたりとか、まあ、例えばですねシェイプいっぱい使ったアニメーションを作るときなんか、まあ、厳密に色を分けるってわけじゃないんだけど、完全ランダムじゃなくてある程度揃った色ですね、それをなんか適当に割り振ってほしいななんて時に非常に便利ですね。はい、でもう一個なんですけど、これ面白いのが、ランダムボタン RN って書いてありますね。ランダマイズのボタンっていうのがあって、これクリックするとこの今入ってるパレットの中からランダムにですねどれか選んでくれてカラータイズしてくれるというものなので、クリックするだけでこんな感じにですね、まあ、パレットがいっぱい入ってるとどん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 変わってきます。またですね、例えばムービー作ってて色をあんまり決めてないなんて時に、これでですねどんなのがいいかなと選んでってあげると、これかっこいいななんてのがですね見つかったりして、で例えばこの中で1個だけ、例えばこれ1個だけくらいから違うのにしたいななんて時は、単体で選んでそこだけ直せばいいので非常に楽ですね。こんな風な使い方ができます。文字とかシェイプですね、それに色割り振るっていうのはこれ非常に使えます。
さあ、そしてですね、ここからちょっと面白いところなんですけど、このカラタイズとかランダマイズですね。これは、このテキストとかシェープの色を変えるだけじゃなくて、色の設定を持ってるエフェクトに対しても実は使えちゃうんですね。じゃあちょっとですね、例やってみます。じゃあ例えば分かりやすいとこで、新規で平面作って、で標準で入ってるですね、エフェクトの中で4色グラデーションってのがありますね。はい、これ名前の通り、この4色のグラデーションですね。この座標による配置で作ってくれるというものですね。これバリエーションでちょっと自分でですね、なんか作りたいなんて時、これ色4個変えなきゃいけないんで、割と面倒くさかったりするんですよね。はい、その時ですね、このカラタイズツールめちゃくちゃ使えます。はい、こういったエフェクトにですね、カラー適用した時は、エフェクトコントロールでエフェクト名ですね、ところを選んでおきます。エフェクト名のところを選んでおいて、そして、じゃあちょっとランダマイズやってみましょう。ランダマイズを押すと、はい、さっきテキストやシェープが変わってたみたいに、こんな感じですね。エフェクトの中のカラーパレットもですね、割り振ってくれます。もうこんな感じにどん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 変化していくので、例えばなんかグラデーションの背景をですね、作りたいなんて時、もう4色グラデーションをポンとアサインして、で、これでランダマイズしてあげると、どん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 できていくので、やってって、あ、これがちょっとかっこいいかな、なんての、見つかって使うというですね、そんな風な使い方もできたりします。またですね、他にも結構面白い使い方いろいろできて、はい、じゃあ例えばですね、これなんかは普通の写真ですね、このフクロウかミミズクの写真がありますけど、レイヤーに対してですね、やっぱり標準のエフェクトの、カラー補正の中の、CC トナーってやつですね。はい、これなんですけど、こんな風に明るいところ、暗いところ真ん中ぐらい、ハイライト、ミッド、シャドウで色を割り振ってくれるっていうですね、エフェクトになってます。こういうところの色を変えると、こんな感じですね、トーンが変わっていくってものなんですけど、例えばこれでですね、標準だと、初期状態だと、トライトーンですね、3色になってるので、ペンタトーン、ペントーンですかね、5色にしています。はい、これでランダマイズしちゃうと、こんな風にですね、なかなかスタイリッシュですよね。どん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 色が変わっていくと。で、お、これかっこいいかなってのが出てきたところで止めてあげる。こんな風にするとですね、こう写真とか、これもちろんムービーでも一緒です。どんどん色変えられるので、今これあらかじめ作ったところですね、これ単純にこの同じレイヤーをですね、横に並べて複製していって、どんどんランダマイズしただけなんですけど、それだけで、こんな風にですね、なかなかアート的な感じで色が変わっていくという。こんなのが本当に簡単にできてしまうというですね、こんな使い方もできます。またですね、結構色の設定がいっぱいあるエフェクト。これはですね、標準じゃなくて、トラップコード。結構有名なプラグインメーカーのトラップコードのスターグローってやつですね。こんな感じのキラキラが作れるやつなんですけど、まあこういうの例えば文字にかけて、で、これもやっぱりこんな風にですね、複数の色を割り振っていくようなパレットになってます。これもプリセットもいっぱい入ってるんですけど、やっぱりちょっと限られますし、5個ですね、色を作んなきゃいけないんで、結構そのままやるとめんどくさかったりします。これももちろん、このカラタイズツール効いてくるので、スターグローを選んで、ランダムにすると、どん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 ですね、このスターグローの色変わっていくので、これも、お、これかっこいいかなってのが出てきたところで、それを使うと。また出てきたところでですね、これプリセットにしといてもいいですね。こんな感じで、プリセットを作ったりですね、何かかっこいいパターン探すってのが、めちゃくちゃ簡単にできます。これ手動でやるとですね、一個一個パレット変えなきゃいけないんで、こんなスピーディーにいかないです。またどうしてもですね、自分の結構癖が出てしまうので、この方法を使うとですね、かなり面白いんじゃないかなと思います。さあ、今回ご紹介した A スイーツのスイートですね。もちろん、元々のですね、メインであるシェープのプリセットとしても非常に便利なんですけど、このカラータイズがですね、本当に使えます。結構一番安いパックであれば、だいたい 9.99 ドルですね。まあ、1000円前後ぐらいから入れることができるので、結構ですね、リーズナブルな形で入れられます。
また、お試し版でもですね、カラタイズとりあえず使えるので、まずダウンロードしていただいて、ぜひこれらですね、試してください。というわけで今回はこんな形です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。